皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、ガーテンオブバンバンチャプター3をやっていきましょう。さあこちらですね、謎の部屋があるんだけど、ここには一体何があるんだろう。あ、開いた。他の時持ってないけど開いた。お、オピラチックじゃん。かわいい、オピラチック。おーい、かわいいな。お、おい降ってきたんだけど、オピラバードが。いやオピラチック、これ餌かトラップだな、オピラトラップ。あ、いる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 、あいつらが来たのか。あ、タルタバードもいるじゃん。ちゃんとオピラバードとタルタバード2匹でね、こう襲ってくるんですね。うわ、罠だわこれ。なんか書いてあるぞ、タルタバードがなんか映ってるけど。あ、ここで乗るのか。なんかトレーラーであったよね、乗ってるところ。どうやって乗るんだ、タルタバード。でも降ってこなかったよな。どうすればいいんだろう。このオピラチックをキャッチ？いや近づくとダメだしな。なんかアイテム取ってくんのかな。あ、そうだ、こっちに謎解きがあったんだよ。これをやればいいんだよね。あ、なんか、はい、黒板に表がありますね。これいけないかな、いけないか。でも見えるぞ。卵が3つで3ってことは、卵が1かな。でタルタバードが2で、オピラバード引くタルタバードは2ということは、オピラバードは4だね。オピラ4、タルタ2、卵1で、なるほど卵は1で、1たす1は2、そしてオピラバード4だったよね。で卵が1だから4たす1で5、そして4引く1は3。これでいいのかな。よし、でこっちにもあったよね。でオピラバードが4でしょ、タルタが2、2+1で3、そしてタルタマイナス1なんで1、タルタ足すタルタは2+2なんで4。 OK、 これ簡単だったな。ボタンがいっぱいあるからさ、難しいやつかなと思ったんだけど。あ、なんかあるぞ。何これ。あ、新キャラじゃん、ミスターケバブマンケバブマン、これが何これ、竹馬みたいな。それはその衣装なしで動かされるべきではありません。衣装着せんの。でもこいつも裸だけどもな。なんか車輪がついてるよ。何これ、セグウェイみたいな感じかな、乗れるのかな。何なんだこれ、ミスターケバブマン、謎ですねあ、でもバンバンのとんがりがこの絵にはついてるけれども、これついてないね。あー、なるほど、これとんがり帽子をどっから、あ、バンバンからこれ盗んでこれはめるんじゃね。バンバンとついに対決する時が来るか。この扉の向こうにもしかしたらバンバンがいるんじゃねえか。まあ開けばの話だけれどもね。いやー怖えなー、扉の先には扉。さあこの扉を越えたらバンバンがいるのか、怖えな。扉を越えたらバンバンがいない、扉を越えたら、扉を越えたらさらに扉、そして今度こそバンバンが出てくるのかと思ったんだけども、まだ扉があるどんだけ厳重なの。へえ、なんか紙を手に入れました。そしていや結構来たぞ、なんかスターボーズ、まだ扉、すごいな、マトリョーシカみてえだな。何なんだこの、なんで必要以上にこんな扉が。これもしかして追われる、追われるのかな。なんか絶対これ使うよね、この扉の数。すげえ、あー、なんか出てきたぞ、意味深な図が出てきましたね。ライトかな、ライトイコールスイッチかな、ドローンで押すイコールロケット花火、謎だ。そしてなんだこれは、謎の図がありますね。この先になんか謎解き要素があるのかな。なんだここは、広いとこに出たぞ。ここは一体何なんだ、なんか出てきそうだな。あ、ここにもこの図があるぞ、ライトイコール、あ、なんか音楽が、音楽が、お、なんか出てきた、なんか出てきた、なんだあいつ、なんかキングギドラみたいなやつがいるんだけど、なになになに、カメレオン、うわー、なに、お、またこっからか、ボス戦からだ。これ避けられないかな、こっち行って、はい、ボン、なんか図があるぞ、うわー、うお、怖っ、これで向こうまで行くのかな。なんだこいつ、すごくないこれ、カメレオンとカメが合体したような感じ。あ、今度はカメレオンじゃない方、なんか撃ってきた、なんだ今の、ウォータードロップみたいな、すごっ。もう明らかにこれラスボスな雰囲気出てるよね。スティンガーフリンとまだ戦ってないぞ。ちょっと待って、あ、スイッチが赤くなってる。これドローンで押すべきなんじゃない。
これドローンで押してちょっと避けるの結構難しいな。ドローンドローン、あーベロが来る、ベロが来る、あー、お、ロケット花火。そしてはい、これドローンでアタックすると、あ、ドローンでアタックするとロケット花火が、はい、出てくるみたいですね。そしてここが赤くなんないぞ。なるほど、これどうすんだろう。ロケット花火何に使うんだろう。どうやっ、あ、この図でロケット花火下をロケット花火をで下で下を攻撃するのかな。ちょっと下伸びた時にちょっとロケット花火使えるかどうかちょっと試してみようか。どうやって撃つんだろう。なんか E ボタンとかで、あ、ドローン使うのかな。ちょっと真ん中に寄せとこうぜ、ドローンで下来るよ、下来る。で伸びてる時に、あ、やっぱそうだ、あ、なんか爆発したぞ。あー、飲み込んだのか、もしかして飲み込んだっぽいな、爆弾を。なるほどなるほど、こうやって攻撃すればいいのか。わかりましたよ、なんとなく戦い方が。でまたドローンでここかな。よし、これで多分ロケット花火が出てくる。出てきた、あ、出てきた、やばい、来る。一回逃げる、一回はい逃げて、で次下が来たら拾いに行こう。これ何回やればいいのかな。え、来た来た、やばい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 、逃げる。あー、くそ、左右にいるときはベロが来ないような気がする。こっちにいるときはね、多分ね、あの水鉄砲が来ると思うんだよな。でね、トゥントゥンって言ったらボタンが多分ね押せるように、あ、今トゥントゥンって言ったよね。はい、危ねえ、あっちだ、今度はあっちだ。よし、向こうだ。おーっと、シャイ、うわー、あぶねえ、危な、うわー、なんだこれ、うわー、弾けた弾けたぞ、怖ー、あいつの攻撃。そして爆弾は、あ、あったあった、よし、うわー、怖い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 、うわー、ベロ攻撃、ベロ攻撃を待とう。よし、来い、よし、来た、真ん中にしか来ないだろ多分。よしよしよし、あれ、爆弾攻撃できた、外したっぽいな。よし、下攻撃、よし、今だ、よし、あれ、よし、はい、ダメージ入った。これを繰り返せばいいんだよね。なんとなく戦い方が分かったぞ。よーし、よーし、そのピンポンって鳴るまではちょっと攻撃を避けなきゃいけないね。攻撃を避けつつ、あ、なったなったなった、よし、ベロ来い、ベロ来い、よし、でこっち来ちゃえば、はい、届かないということで。よし、ドローンおいで、よし、来た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 、よし、で火薬を待つ。あれ、あ、来た来た来た、あ、やべ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 、水鉄砲来る、うっ、よし、で手に入れて、よし、2回目、これであと一発爆弾を飲ませれば勝ちだな。よーし、だんだん慣れてきたぞ。仕組みさえ分かってしまえばそんなに難しくないですね。さあ、水鉄砲を撃ってこい。お前は次は水鉄砲を撃ってくるんだろ、その間抜けそうな顔で。よし、撃ってくる、はい、避ける、はい、避ける、お、ラッキー、またここか。そしてはい、爆弾を落とす。いや、慎重に来てえな、慎重に来て、よし、ウェーイ、当たんねえよ。そして次の爆弾攻撃、はい、水鉄砲攻撃が来たら向こう側に渡って爆弾を回収して、よし、めでたくクリアだ。よし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 、これが最後の一撃だ。よーし、ベロ攻撃来い。カメレオンとカメの合体生物なのかなこいつは。よし、オッケー、よし、くらえ、これ3発目、やっぱり相場はね3発で決まってんだよ。お、立ったぞ、立った立った、あれそんな落ちるそんな落ち方ある。おお、なんか振動で橋がかかったぞ、今まで行けなかったのに。なんか向こうにあるな、あれ、バンバンの帽子じゃね、やった。で、あのケバブマンだったっけ、あれを動かせんのかな。よーし、こうやって、よし、いけたいけたいけた、うわ、すごいとこだな、すごいとこで戦ってたな。
何だったんだあいつは。なんていう名前なんだろうね。あ、なんかある、絵がある。なんだこれ。あ、さっき戦ってたやつ、カメレオンとカメの合成生物。そしてなんか見慣れない、あ、チャプター4で出てくるなんか扉に絵があったやつだ。それでこの笑ってるやつ、なんかゾルフィアスが笑顔になったバージョンみたいなやつ。へえ、謎の絵をゲットしました。そしてバンバンの帽子を一個ずつ、あ、バンバンの帽子が落ちてるってことは凶暴化してんじゃね。それで凶暴なバンバンから逃げるゲーが始まるんじゃねえかな。それで終わりかな。ちょっとわかんないけどもやっていきましょうか。いや、なんで、なんだったのこの扉いっぱいあるやつ。なんか今鳴き声聞こえたよ。なんか今鳴き声聞こえたよ。なんだったんだろう。バンバンが凶暴化した声かな。もうこれ始まるのかな、逃げゲーが。あ、これ乗って逃げんのかな。始まるな、ついに。よし、これに。あー、刺さった。よし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 、動くぞ動くぞ。何何何どういう意味、どういう意味。よくお前それ絶妙なバランスで立ってるな。なに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 、オピラバードの鳴き声か。あ、オピラチックにこれ聞かせるのかな。でオピラチックをなんか味方にするのかな。あ、ていうか、あ、分かった分かった分かった。こいつは多分オピラバードとの翻訳機なんだ。でオピラバードに乗れるようになるんじゃね。よし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 、これをどんどん持っていけばいいんだ。もうなんかもっと素早く一回でスーって言ってくんねえかな。なんで一回一回止まる。よし、肝臓渡せとか言ってるぞ。なんてこれバンバンのセリフをなんか真似してるよね。あれ、進まないな。あ、ここで鳴き声。あれ、おい待て、お、捕まえられたぞ、捕まえられた。おー、どうすんのどうすんのこれ。で乗るのかな、乗るのかな。どうすんだろう。ん、開いた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 ぞ。よし、うわー、あ、ちょい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 、タルタバード、タルタバード、ちょ、逃げるところないって、逃げるところないって。おい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 、やー、いやー、ボスは倒したからな。よしよしよし。あ、どっからだ、あれ、あ、あいつ持ってこなきゃいけないのか。あれ、バンバンの帽子なくね、嘘、またボス倒さなきゃいけない。いや、でもボスここにワープしてるってことはボス倒してるっていうことか。うわあ、どっちにしろこの通路を歩くのめんどくせえな、長えから。なんでこんな長くした。無駄に。あー、バンバンの帽子見えてるね。これやられたらさ、これリカバリーするのに結構時間かかるな。こう来てまた回収しなきゃいけないのかよ。ちょっとセーブポイントこれ見直した方がいいって。で、またあの竹馬を一回一回動かさなきゃいけないの、毎回繰り返さなきゃいけないの。あれ、どうやって逃げるんだろう、タルタバードから。ちょっと謎ですよね。負けたくないな。さあ、これ鳴らす前にさ、ちょっとこれ見とこうぜ。なんかね、タルタバードの上に乗るレクチャーみたいなのが書いてあんだよ。ジャンプ&ランドオンサブジェクツバック。後ろに乗るってことか、飛んで。こっから飛べってことか。めっちゃオピラチック見てんな。あいつ説明書きすげえ読んでやがる、チキってんなっつって。さあ、ちょっともう一回やってみよう。逃げんな逃げんな、オピラチック。これ捕まえる必要性あんのかな。あ、捕まえる必要なくね、ないんじゃねこれ、もしかして。で、このオピラチックをどうなんだろう、これ飛べばいいのか。よし、なんで乗れなかったぞ。これオピラチックを捕まえたらダメなのかな。で、タルタバードをちょっと待ってみようぜ。そしたら多分オピラチックを助けようとしてる。あれ、オピラバード、そういえばいるか。オピラバードいなくねえか。あ、いるか。このオピラチックがさ、襲われそうになってるのにすげえ見てんだよね。どういうことなの。あ、やっぱ捕まえないと降ってこないのか。それもちょっとよくわかんねえけどな。で、こっからやっぱジャンプして飛び乗るんだと思うんだけどな、この図を見るからにして。で、開く。で、ジャンプ。よし、乗れた、よっしゃ、よし。で、オピラバードは、あ、いた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 、あ、いる、乗せられたー。かわいい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 。何これ、何このファンサービス、めっちゃかわいいんだけど。
で何を待ってんの？あ、なんかボタンあるな。なんか待ってんな。あ、エレベーターかなんかか、リフトかなんかかな。よし、これでついに、あ、バンバンに追われてたよな、これトレーラーで。あれ、馬、鳥に乗ることは新しいもの。スティンガーフリンじゃん。スティンガーフリンが来た。お前がやっぱボス。私はそれがあなたの保護親の本能であること。近い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 、めっちゃ近い。え、こいつがやっぱりボスか。え、ちょっと待って、でもバンバンに追われてたよな。あ、バンバンいる、バンバンいる、バンバンいる。持ってるよ、首根っこ掴んでるよ、子猫みたいに。パンクレアーゼ、何それ、パンクレアーゼ、どういうことだ。話が全然つかめないんだが、とりあえずスティンガーフリンとバンバンが仲悪そうなのは分かった。誰か、そしてほとんどのものと同じように私は正しかった。あなたは助けを、ま、持っていた。ここのあなたの友人は私を途方もなく助けてくれました。その割にバンバンのこと、その割になんかすげえ扱い悪いじゃん。あ、てかバンバン帽子かぶってるぞ。あれ、凶暴化してない。さっきの帽子はじゃあ誰の帽子だったんだよ。へえ、こっからどうするんだろう。すげえ真剣に聞いてる、親子ともども。いやー、どうなるんでしょうね。あれ、バンバンが、あれ、びっくりした。ちょっと待って、ホールド W スピードアップするにはホールド減速する S。 え、あ、これでバンバンから追われんのか。どういうことだ。で、オピラバード、レースルールに、あ、これ多分ピンク先に行かせんじゃね。減速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 。これ青を先に、ダメなんだよ。お前が先に行ったら多分ダメなんだよ。ほら、赤になった。ほら。あ、追ってきた追ってきた追ってきた。怖いっていうよりもなんか面白かったな、今。おばさん走り、女の子走りだったからな。あ、よかった、こっからか。じゃあちょっと減速していこう。初めは、この、タルタバードを先に行かせなきゃいけないんだけど、次ピンクだからちょっと待ってようぜ。よしよしよし、早く来い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 、お前。次お前なんだから。よし、これで、バンバン結構遅いな。よしよし、いいぞいいぞ。酔うな、これなんか。よしよしよし、次はどっちだ。次はまたピンク、先にオピラバードたちを行かせる。バンバン結構足遅いからあんま緊迫感ないな。もっと追ってきてもいいのに。よしよしよし、次多分順番的に俺だろう。よし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 、俺に任せろ。タルタバード&アキシが行くから。そうだよね、タルタバードもね、ちょっと緑っぽいからアキシに合ってますよね、色。そしてまた次もオピラバードじゃなくてタルタバードだね。バンバン全然遅いじゃん。よしよしよし、楽勝だな、このミニゲーム。さあ次はオピラバードなんで減速しましょう。よし、バンバンが追ってきている。バンバンも困るだろうな、オピラバード追いかけろっつって、こいつら足速いからさ。さあ結構長いね、結構長い、追いつく気配がない。もうちょっとさ、なんか捕まりそうみたいな感じになるのかなと思ったけど、案外余裕を持ってなんか全然リードできてますね。先行逃げ馬、いけいけいけ、オピラバードの歩き方受ける。でもどうせなんかスローセリーヌみたいにいきなりガッてくるんだろ、多分なんかどっかのタイミングで、じゃないとちょっと緊迫感がないからな。あ、次オピラバード、ほら全然差が縮まらないんだよな。なんかちょっとバンバンが不憫になってきたわ。で、結構長いぞこれ。なんかドアばっかりだな、さっきからドア時刻まだ続くの、めっちゃ続くやん。そしてオピラバード、タルタバード、オピラバード、お前らスタミナ大丈夫か。俺結構重いぞ。よし、オピラバード頑張れ、ここに来てミスりたくない。よし、そろそろか。よし、次もオピラバード、全然追いつけない、バンバン。あいつダメだ全然。あ、終わりっぽいぞ、終わりっぽい。なんだここ。よし、邪魔ねえな、バンバン。よーし、脱出完了か。ま、え、来ちゃった、追いつかれちゃってんじゃん。あなたは逃げることはできますか。あなたの肝臓のようは常に私をあなたに引き寄せてください。引き寄せてください、引き寄せられるじゃなくて。お、ジャンボ女子の声。お、助けてくれる。よし、今のうち逃げろ。ジャンボ女子来た。ジャンボ女子 VS バンバン、うおー、夢の対決じゃねえか。よしよし、タルタバード見せてくれ、このバトル。あ、オピラバードも下に、お前も上がってこい。あ、飛びかかった、バンバン、バンバン飛びかかった。うわー、めっちゃパンチしてる、受ける、戦い方。うわー、叩き潰された、バンバン、ジャンボ女子によって叩き潰された。嘘、すっげえ腰グイーン曲がってる。うわー、ジャンボ女子が助けた。タルタバード、オピラバードめっちゃ見てる。あれ、オピラチックは。お、スティンガーフリンでかっ。ストップっつって仲裁に入ったぞ。お、あ、でもジャンボ女子、あー、目をグリグリやってる。あーっと、あ、タルタバード落ちた。なんでお前落ちんだよ。
ちょっと待って、オピラバードも今なんか助けに行かなかった？下行ってちょっとみんなの安否を確認したいんだけど、行けないっぽいな。まさかこれで終わりか？ちょっと待って、前回はさ、バンバリーナがジャンボ女子に潰されちゃって、バンバリーナ大丈夫かみたいになったけど、今回全員大丈夫かみたいな感じだね。これ終わりっぽい。おお、オペラチックだ。お前生きてたのか。かわいいやつめ。もうちょっと悲しめ。両親がなんか、やばいことになってたんだから。もう追ってこないよね。これ終わりっぽいな、どうやら。ボリューム的にも。一瞬沈んだよね。大丈夫？で、またスロセリヌが上から覗いてきたりしない？今度はバンバンかな。ちょっと待って。どうなったんだろう、あいつら。マジで心配なんだが。わー、終わりっぽい。終わりっぽいぞ。あー、終わった！遊んでくれてありがとう。ウィッシュリスト続編はこちら。マジか。いやー、これ早くやりたいな。もしですね、はい、チャプター4出たらね、いち早くやりたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、またね！チャプター4でお会いしましょう！